お疲れだな。お風呂に入ってゆっくり休もう。よー、ルーシー、おかえり。あ、ナツ、また勝手に部屋に入ったのね。で、はい、遅かったね、ルーシー。悪いが先に始めさせてもらってるぜ。な、何を？っていうか、この集まりは何？なんか他のギルドの人たちもいるんだけど。たまたまみんなマグノリアに来ててさ、せっかくだから集まろうって話にね。フェアリーテールのギルドでもよかったんだが、夏がもっといい場所があると言って。あんたのせいか。いやー、俺もこんな大勢集まるとは思ってなかったからよ。でもいい部屋ですね。少々手狭ですが。はい、フラマ様。あのやっぱり今からでも場所を移した方がご近所迷惑にならないでしょうか。そんなの今更じゃない。ルーシーが帰ってくるまでも散々騒いでたし。そういえば先ほどメガネをかけた女性がこの部屋を覗きに来ていたが。それ大家さんよ。何か言ってなかった？ため息一つついて何も言わずに帰っていったぜ。ギヒ、ありゃ呆れて物も言えねえって感じだったな。後から文句言われないかしら。まあまあ、せっかくこうして集まったんだ。今日はみんなで親睦を深めようじゃないか。大魔党演武の時にはみんな敵同士だったが、今は共に戦う仲間だからな。本当に少し前には信じられない光景だ。ジュビアももっとグレイ様との親睦を。うわ、抱きついてくるんじゃねえ。食い物もたくさん用意してある。これだけあれば一晩は持つだろうぜ。みんな集まるって言うから張り切って作ったのよ。いっぱい食べてね。ねえ、どの料理も素晴らしいパルファムだ。しかし夏が女の家に入り浸ってるなんてな。隅に置けねえな。おい、そっか、ルーシーはここで夏と愛を育んでるんだね。育むか、はあ、もう帰れって言っても聞かないわね、こりゃ。ほら、ルーシーもこっち来て座れよ。うん、分かったわよ。こうなったら精一杯楽しんでやる。